こんにちは、佐藤くんこと佐藤圭一です。さて突然ですが、今回のタバサト号は佐藤くんプレゼンツの新企画、お酒好きな僕が発見したユニーク居酒屋特集第1弾をお送りします。ということで今回は神田駅東口に来ています。この近くに小学生気分に戻れる居酒屋があると聞いてきました。僕もお酒はよく飲むのですが、さすがに小学生気分で飲んだことはありません。今回のタバサト号はそんな小学生気分を味わえる個室居酒屋6年4組をご紹介します。タバサト号。それでは神田駅すぐ近くらしいので早速行きましょう。まず神田駅を出て最初の信号をすぐ右に行きます。こちらの通りですね。さあ神田駅すぐ近くの6年4組、もうそろそろ到着します。左に行きます。そうするとありましたね、4階個室居酒屋6年4組神田駅前分校です。ではエレベーターで上に上がりましょう。さて到着し、いきなりお店なんですね。あ、目の前には昔懐かしの駄菓子屋さんがありますよ。下駄箱がありますね。さて今回は特別にオープン前に許可をいただいて見させていただいております。早速ちょっと探検してみたいと思います。こちら側に行きましょう。写真室って書いてありますね。この感じ懐かしいですね。あ、椅子も小学校の椅子ですね、これ。あ、懐かしいです。さて次は用務員室です。あ、用務員のおじさん、こういう部屋にいました。あ、こちら掘りごたつになってるんですね。いろいろな部屋ありますね。さてこちら校長室です。わ、立派なソファーがあります。机も立派ですね。校長室の椅子に座ってみます。わあ、ふっかふかです。えらく見えますかね。あれ、見えないですか。さて続いては音楽室とあります。一見普通の部屋に見えますが、あ、音楽室の壁ってこういう穴が開いて棒になってますよね。こちらは保健室です。あ、保健室ってこういうカーテンありましたよね。あと、あ、ありました、こちら骨格、そして目の検査やりましたね。ちょっとカーテン開けてみます。ちょっとドキドキします。あ、壁でした。さて図書室に行ってみましょう。あ、図書室、本があります。並べられている本も小学生が読むような本ですよね。次は職員室に行こうと思います。失礼します。でも怒られやしないかとドキドキしながら入っていました。失礼します。あ、職員室、こんな感じの椅子ですよね。やっぱり小学生が座る木の椅子じゃなくて職員会議とか、あと月の予定表とかあるんですよね。社会科見学室、何やら特別な部屋だそうで、ちょっと入ってみましょう。暗いですね。一見もう真っ暗な教室のような、電気をつけてみます。おお、見てください、プラネタリウムですよ。わ、ここで飲んだらおしゃれですね。さて、あ、こちら給食室、厨房ですね。体育館と講堂がありますよ。こちら体育館、バスケットゴールがあります。今日は講堂の方で食事をいただきたいと思います。それにしてもここ注文はどうするんですかね。おはようございます。先生、あ、もう先生です。 おかえりなさいというのは6年4組におかえりなさい、無理か保険かどちらか。ああ、なるほど。こちら改めましてなんですけど、はい、どういったコンセプトなんでしょうか。小学校です。あ、そうですよね。いたままですね。こちらお客さんとかどんな反応されます。いや、それはもう懐かしい、かなり反響いいですね、はい。この小学生気分でお酒を飲む居酒屋というのはどうして始められたんですか。ないからですね、どこにも、ね、ないですよね、はい。メニューはどういったものがあるんですかね。メニューはこれなんですね。出席簿じゃないですか、はい。あ、これ僕触ったら怒られましたよ。よくここでは触ってもいいんですね。あ、そうなんですね。あ、まず校長先生の挨拶があるんですね、はい。何か、わ、ちょっと変わった名前のものがたくさんあるんですけど、はい、小学校の時に、まあ、揚げパンとかソフト麺が好きだったんですけど。いやありますね。え、ここに揚げパン、はい、あ、ソ
そうと思います。これがよく出ます。あとこれ理科のお勉強もよく出ますね、はい、お酒ですか。お酒です。あ、はい、理科のお勉強と揚げパンソフト麺いただいてよろしいですか。わかりました、はい、ありがとうございます。お願いします。はい、はい、はい、先生に作ってきていただけるそうです。楽しみですね。はい、お待たせ。はい、いい感じで待ってました。はい、おお、懐かしいですね。さて、まず飲み物をいただきたいと思うのですが、こちらマンゴー、ヨーグルト、グアバリキュール、レモンの試験缶があるんですね。オレンジジュースベースでヨーグルト、ちょっとこれも懐かしいですね。いや、不思議ですね。今飲み物を作っているんですよ。あ、ちょっと白くなりました。さて、オレンジジュースにヨーグルトのお酒を入れた飲み物は完成しました。いただきます。あ、美味しいです。マッチしますよ。こちらマンゴーです。うん、マンゴー入りました。濃いんですかね。うん、甘みが強くなってマンゴーの香りが加わりました。レモン入りました。うん、香りは先ほどとあまり変わらないですね。うん、甘くなってきたところをレモンがさっぱりとさせてくれました。揚げパンをいただきます。この揚げパンの日って本当に嬉しかったですよね。うん、美味しいですね。ソフト麺をいただきたいと思います。こちら酒割れスプーン、僕使ったことないんですよね。ソフト麺もう自分なりの食べ方がありましたね。4等分にしてたんですよ。4等分されたものをこのようにできるだけほぐしてね、ミートソースと絡める。うん、懐かしい。これ好きな味でした。でも今食べるとミートソーススパゲティにもやっぱり近いですね。もう食感が懐かしいですね。失礼します、はい、あ、先生。はい、先生来ました。テスト時間です、はい、テストですか。はい、何ですか、テストって。金曜日ですから、総合のテストです。え、テストがあるんですか。テストがあるんですよ。皆さん受けてもらわないと帰れない。え、100点満点のお客さんには素敵なご褒美ありますので、はい、そうですね、採点しますから、ぜひ頑張ってください。え、カンニングとかしたらどうなるんですかね。10日にだってもらえない。そうなんですか。じゃあ一人自分の力でしっかり頑張ってください、はい、さあ、どう、大丈夫かなって。これ結構時間かかっちゃうかもしれませんよ。じゃあ一問、国連の中心機関として安全保障理事会があります。現在安全保障理事会の常任理事国ではない国を一つ選び、丸をつけましょう。難しいな。はい、はい、結果発表しましょうか。はい、一人やけど寂しく、佐藤君、はい、40点。ああ、40点ですか。こちらは100点取る人いるんですか。いてます、いてます。100点は素敵なご褒美、取らないとわからないということ。またぜひ、はい、受けに来てください。はい、わかりました。ありがとうございます。この点数だったら僕はもう家には持って帰りませんね。今回のタバサト号は個室居酒屋6年4組神田駅前分校のご紹介をしてきました。本当に盛りだくさんの楽しい居酒屋です。そしてこの企画第2弾、第3弾と続けていきたいので、こんな居酒屋あるよ、面白い居酒屋あるという方はこちらまでお寄せください。あと温かいご声援もお待ちしています。それでは今日はこの辺で、また次回お会いしましょう。さようなら。